さあ甲子園です。甲子園での試合です。しかも相手はレジェンド松坂。照明に火が灯りました。うわー綺麗綺麗、めっちゃ似てる。さあ中日の1軍ちょっと注目やね。2軍であんなメンバーやったからな。1軍どんなメンバーか注目ですよ。よしよし、あ応援歌あるわ中日やから。はいナイス、足速いよ。2番福だか。へえ、あヒットはほんまにホームラン打たれるな。そしたらファースト、やばいやばい、あぶねー。あー4番田中か。あー田中太郎か4番。そっかそっか、なるほどね。京田さんは3球目見送っています。ボール、よっしゃ田中雑魚。あー周平です、帰ってきましたね高橋周平選手ね。嬉しいですね本当に、担ってますからね。あれオブルー、ちょっと遊ぼう。周平の応援歌めっちゃかっこいいわ。はいナイスボール。平田選手ね、まあ1軍っちゃ1軍か、2軍がすごすぎたんやなメンバーがね。まあスティーブンはもうおらんからな。よっしゃナイス。さあモンテ、いやーきついか。めっちゃ打つよ。よっしゃ、えっはいナイスボー。さあまだ1失点やったら大丈夫です。松坂選手めっちゃ似てるわ顔。顔松坂やんもう。なんか打ち方もなんか若干似てるように感じてきたわ。めっちゃ打つやん。パワー F あるやろ、しかも松坂選手。あーやってもうた。えいやってもうた。今絶好のチャンスやと思ってんな。スライディングキャッチ、今のけどスライディングキャッチする場面でしたよね。しゃあれ、あミスター。やばいこれ高校野球やったらほんまに懲罰交代させられるやつや。カウント頭に入ってないやつね。やってもうた、怒られるわ高校の監督に。めっちゃいい応援歌、素晴らしい応援歌、素晴らしい応援歌。よっしゃどっちが足早い、どっちが足早い、俺。さあ太郎はねパワー S やから。まあ知らない方に言いますと、どんな振り方やねん。知らない方に言いますと、太郎は僕が甲子園スピリッツで初めて作った選手なんですよ。にしてはすげえ能力じゃね太郎。スケット外国人って言われてましたから甲子園スピリッツで周りから。いやイブスな、いやアウトいけるいけるいける。何してんの。さあ周平選手走るよ、足速いから走力 A あるんよね。ゲッツ、マジできついこれは。まあ得点圏4割、素晴らしい応援歌流れてる。ゲッツ頼む、よし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 。ああさあここはゲッツーで終わろう。素晴らしいな応援歌。中日の応援歌かっこよすぎ問題、ちょっとマジで、あれでやってほしいわ。月曜から夜更かしでさ中日ドラゴンズの応援歌かっこいいすぎる件についてってやってほしいわ。何してんねんもう。ちょっとサード空いてるって。まあにそういうとこ守備と連携ちゃんと練習でやってないのかな。いやマジで2点取られてもたやばい。おれおれ、まあまあここはもうピッチャーやから。よしよし、どっちが早い。
どっちが早い？オレー頼むから点入れてくれ、頼む、勝ち投手にしてくれ。2失点はまだ許容範囲ですよ、藤浪選手で。しかも四死球ゼロ。よっしゃ、何してんねん。危ねえ。ホームランを放っています。よしよしよし。まずは先頭バッターを打ち取っています。やっばえ。この二人の投げ合いとなっています。はい。見逃して三振です。三振は取ってるんよね。5K か。ピッチャーゴロに倒れています。やばい。許して。神様。Oh my God together。悔しいって言ってます。いやここここここほんまここ。ここ集中。ここ1。よっしゃセカンドが抑えた。一塁や。まあ粘ってますよね。うん、粘ってる粘った。打ちました。一二塁間を先ほどの打席。さあ平田選手。に倒れています。豪快なスイング打ちました。よし。先ほどの打席で。いや窮屈そうやねだいぶ。ああいいよ、落とそう落とそう最後。よっしゃ。決意けんじゃん。来い投げろよグローバーか。さあまあ杉山選手、まあここは楽に行こう。よしよし楽に行こう。次のバッター松坂選手まで回したらダメですよ絶対。松坂選手に回すとだいぶ楽になるんで、中日の考え方が。いやそこで変える。ナイス！これどう？これどう？これどうなの？評価は。あ、上がった上がった。よしよしよし。はい、ということでですね、2試合目やっていきたいと思います。ですね、もう9月4日です。もう多分ね、クライマックスいかなかったら本当にワンシーズン終わるんじゃないかっていうぐらいに来てますんで、はい、やっていきたいと思います。4連敗しますね。ぜひ連敗止めましょう。はい、ということでですね、これね、あのね、前の動画からね、最後、の試合あるじゃないですか。あれから結構離れてるんですよね、試合数。だからまた嫉妬多かったらごめんなさい。はい。じゃあ行きます。よーし。あ、いいね。あ、いいね。感覚鈍ってないね。あ、よし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 。二軍戦なんでね。あ、二軍戦じゃない。一軍戦。あー！ちょっと、これセーフなりそう。よっしゃ。おれい。いや久々の2019面白いな。もっと2019が盛んになってほしいですよね。盛んに入らないスボ、なんか難しさ変えてないですかとか、なんか簡単にしてないですかって言われるんですけども、決して難しさは変わってません。一番難易度高いところで、まあ、調子が今絶好調なんでね、球も速いし、え抜けるさ、あ球も速いし、あのミート、これアウトできんじゃん。おい、さあソッティ、ナイスボ。よっしゃサードショート、あナバロー、はいいいっすね。4-0ですね。4-0楽勝。ハイキャッチャー手上げたね今藤浪選手。取る、俺が取る俺が取る。じゃあロペヤン連れです。初球は何で来るか。あかん、やばい、ベストピッチばっかできる。なんでこれ、もしかして調子いいとこのミート、よしこれやばい、マジノーノーできるわ。ノーノーします。まあついこの前ね、千賀投手がノーノーしたんですよね。だからこれぜひ藤浪投手もノーノーしたいですよね、うん、はいナイスライト。はいすいません、ヒット1本打たれてました。そうですね、筒木ミラージュ選手に2塁打打たれてましたね。はいノーノーもうすでにできません。はいはいレフト決め球どうしようか。スローカーブ、えやばいやばい。よし、まあ東投手なんで気楽にいきましょう。ここはこれマジで完封したいな。よしナバロー。さあ梶谷選手この前ね復帰でホームラン打って、これわざとじゃないです本当に。梶谷選手この前代打で出てきて復帰ホームラン打ちましたねーまで言う前にホームラン打たれたわ、ビビる。よし、おれい、楽勝やんこれ、楽の勝やん。7-1って。さあ最後インハイね。はいレフト、いやショート、いやレフト、なんで、あ
俺、あ、さあソッティ先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、俺ナイスボール倒れています。ビッグで、へて、もうほんま失投必ずホームラン打つのやめて。ほんで防御率 8.7、 あっ、俺が取る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 、うおい内野手みたいな投げ方、内野手がセカンドがショートに投げる時のような投げ方、ゲッツーの時のね。やべ、失投マジで打たれるわ。いやー、やばいて、ほんまに。うまいて。ノーアウト1、2塁。これやばい。これ交代だけを防ぎたい、せめて。せめて完投、せめて6回。勝ち投手を権利を得てから交代したい、これは。じゃないと、また評価が下がって2軍行く。よし、取る取る取る。俺が取る、俺が取る。お、おれい。おれい。梅ちゃん、おれい。ソラーテ選手がね、ちょっと矢野監督に反抗したみたいで、今ちょっと2軍でずっといるみたいなんですよね。1軍昇格を言われてからなんか拒否したんですよね。打つね、あれ当てる、いやー頼む、ナイスイート、硬いからね。よし、来た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 、おれい、あー、ここで東選手を石川選手に変えてきたか。1000本打ったからね、この前。よっしゃ、ファースト、いや、きつい、え、ホームに送球する、ベンチの期待に応えました、おれよっしゃ、ボテボテの当たり、セカンドが抑えた、なんでヘッドスライディング、セカンドランナーヘッドスライディングしててんけど、よっしゃ、ボテボテの当たり、セカンドが、よしよし、ここ抑えたら勝ち通りの剣士を、え、ピッサン、あー頼む、なんで抜けるかな、あの辺りが。セカンド、よし、おれー、うわ、こわ、ちょっと1球、1球ね、ちょっと2球、おーしゃい、怒ってるね、怒ってるね、けどね、トシはあなたの方が上だから怒ってもいいよ。へい、ガンつけんなし。さあソッティ、顔似てないな。よし、よし、これちょっと1球外そう、よし、もう1球外そう、よし、これで低めのフォークね、はい、モーター、よし、これ押さえたら交代でしょうね、おそらく。まあいい動画に、あんな振り方する、まあいい動画になったんじゃないですか、これかなりね。もしかしたらクライマックスシリーズいけるんでね、そうなった場合優勝までは見えてるんで、見えてはないけどね、優勝する可能性があるので。よし、これ絶対返しちゃあかん、これ絶対返しちゃあかん、よしよしよし、まあまあまあ、ここ押さえたらいいんでね。はい、モーター、はい、モーター、なんでやねん、いやーきついな、打たれるな、一軍は。よし、ラスト落とそう、いやー一軍、一軍、いやー、そうやね、ここは交代せえへんよね、さすがに。よしよし、ちょっと球が遅くなってきてるぞ、藤波投手。外そう、外そう、外そう、ここは。よし、こっからのスローボールでしょ、スローカーブか。いやー、今のは完全にタイミング遅れてたな。はい、勝ったー、PJ です。これ多分おそらく PJ。さあ、どうです？え、なんで？え、なんで？え、なんで？なんで？なんで？